失礼します。もしそうだとしたら、始祖の継承者選びも始まっている。あの部屋の会話を聞いてくる。待ってよ、ミカサ。大丈夫、バレないようにできる。今兵器違反を犯しちゃまずいよ。状況がこうなった以上、兵団の方針をいち早く知る必要がある。何があっても私はエレンを。 大丈夫。あんたたち無事なの？ 何があったの？いきなり総統の部屋が。総統は？